駅前の三家門かぼちゃ道、三毛門駅は、福岡県部前市大畑三毛門にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。改札口は、南側の一箇所で、ホームとは、古線橋で結ばれている。無人駅。駅本屋は残るも事務室部分は駐車場の管理所と、され、消防団の倉庫もある。 自動改札機は設置されていないが、簡易守護課改札機が設置されている。駅前広場にはこの地域の特産である、三毛門かぼちゃの像がある。ABCDEFGHI、週刊 JR 全駅、全車両基地第07号、朝日新聞出版、2012年9月23日、24ページ。湯下忍福岡県、JR 全駅足処防。 1993年10月15日、203ページ。ISBN 47億5120万5293。武前市西洋欄1985武前市役所。1985年4月。日報船の合理化計画を提示。大分ニュータバル間西大分、豊岡、西屋敷、三毛門旅客業務を一切廃止7月1日から。 大分合同新聞、九州の鉄道百年記念史鉄輪のとどろき九州、鉄道百年祭実行委員会、百年史、編纂部会、九州旅客鉄道、九百八十八年、初版、百八十一ページ。交通新聞、p 一 ABCDE、九百九十五部前市西洋乱部前市西施行四十周年、部前市、九百九十五年四月。 ありがとうございます。